はい、どうも、お茶です。今日からデッドバイデイライトの動画を少しずつ上げていこうと思っておりますんで、よろしくお願いします。ほとんどキラー側メインの動画になると思います。はい、で、今回もね、キラーの方を使って遊んでいこうと思います。で、ウルトラメメントモリを積んできたんですけど、ちょっとね、始まるまでが長かったんで、おそらく一人回線を抜いたと思うんですよね。多分。でね、そう、カニバルを使って、3人抜きましたね、回線。こんなことがあるのか。で、パーク構成は、破滅、違いますね。上から、オーバーチャージ、破滅、バーベキュー&チリ、ガラクタいじりということで、持ってきたんですけど、ちょっとこれは生存者がかわいそうだな。おそらく3人パーティーだったんですよね。で、1人だけ来たって感じで、で、ウルトラメメントモリを見てちょっと慣れちゃったんでしょうかね。回線を抜きましたね。こうなるとね、残された生存者がちょっとかわいそうな気もしますけど、まあ、ここはね、殺人鬼なんで、手は抜かずに、楽にしてあげましょう。でもこれ、ウルトラメメントモリ持ってきた意味がないですね。ほんとね、なんか、最近、メメントモリ持ってくると、回線を抜かれるとか、捨てゲーされるみたいなことが多くてね。ちょっとね、残された方とかがかわいそうなんでね。そういうマナー違反は、しないでおきましょう。ほら、もう、殺してくれって言ってますからね。これどうしましょうか。せっかく、ウルトラメメントモリ持ってきたんですけど、意味ない。からな、これ。もう一戦やりますかね、これは。かわいそすぎるでしょ、これ。これ、回線抜いた方って、ペナルティないんですかね。さすがにちょっとかわいそすぎるんで、なんかね、ペナルティを作ってもいいと思うんですけどね。はい、ってことで、一人、つって、終わりということで、次の、マッチまでカットします。はい、ということで、また、カニバルで、同じ構成、同じパーク構成のカニバルで、遊んでいこうと思います。で、ウルトラメメントモリは、持ってきませんでした。まあ、持ってくるとね、回線抜くような人たちがまた、出るかもしれないんで、あ、いた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 。持ってきませんでした。で、ですね、カニバルって結構、チェンソー当てづらいじゃないですか。それを、ガラクタいじりと、このね、なんだっけ?チャージ時間が短くなるアドオンを使って、超高速チャージをね、実現したんで、これでちょっとはね、当てやすくなると思うんですけどね。結構この構成のカニバルでやってるんですけど、なかなかね、チェンソー当てやすいんですよ。うわ、早速破滅しみましたね。相当やる気ないとこに生成されたんだろうな。やっぱでもこの窓枠ぐるぐるがちょっときついな。窓枠あるとチェーンソー死ぬんでね。あ、これはいったかな。あれ、溜めてなかった。ここら辺、オッケー。これは行きましたね。あれ、行ってないんか。マジか。ほんとこのキャラのチェーンソーは射程が短いな。あーやべえ。射程短いくせに横幅長いから、引っかかりやすいとかいう、超ポンコツチェーンソーなんですけど、あ、これはさすがに行ったでしょ。オッケー。これはさすがにね。よしよしよし。で、地下もあるっていう。ただちょっと板が怖いけど、大丈夫かな?大丈夫そうだね。で、カニバルの近づりはね、まあ、皆さんご存知の通り、相当、あ、横になっちゃったけど、まあ、いいや。本当は奥に釣ろうとしたんですけど、ね、カニバルの近づりは相当強いんで、やべえな、発電機が、超近くいますね、ここ。いたいたいた。このね、チェーンソーはね、あ、
助けられましたね。これは向かいましょう。チェーンソーはね、あ、出てきた。一気にまとめて切れるんで、近づりがほんと強いんですよね。今度縄張り意識を使った地下特化型ヒルビリーじゃなくて、カニバルみたいなのもね、取ってみたいですね。で、バベチリ反応ない。近くいますね、これみんな。どこだ？あ、いた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 。ウィッス。オッケー。やべ。これも地下行きますか。これ地下助け行ってるか。あ、行ってますね、これ地下助け。だったら、こう行って、ウィッス。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、下手くそか。でも逃がさないよ。ほい、ほい、ほい。こいつ釣りますか。で、多分、さっき負傷させた、負傷じゃないか、瀕死状態にさせた人のとこ助け行ってると思うんで、すぐ向かいましょう。おっと、一人なんか遠くいるな。ここら辺いると思うんですよね。うん、走った跡があるな。こっち行ったか、うん、こっちか。ちょっとオーバーチャージで、あ、やってるな。でもちょっと家周りのチェイスは生存者側に分がありすぎるんで、カニバルなんであんまり地下からは離れたくないんですよね。地下の、地下で釣ってるやつはまあ餌みたいな感じなんで。この地下を軸にぐるぐると回る感じで立ち回っていきたいですね。ん？ここ蹴ったはずだけど、あれ？あ、いいのか。助け行かない感じですかね。ちょっと様子見に行ってみますか。あ、助け行ってますね。地下入って助けられた。やべ、なんか下手くそだな。あいつ追いますか。負傷状態なんで板使わせて、しかもあの人多分最後ですよね。フューズ入ってたと思うんで、こいつ追ってさっさと一人退場してもらって、もう破滅ないんでね、退場してもらわないとね、生存者が有利すぎるんで。あ、助け行ってますね。今いましたね。近くあるか。いやー、そこしかないか。ちょっと透明だけど、この人には退場してもらいましょうと。よいしょ。で、地下行ってたんで、あ、見える見える。みんないるな。気持ち悪いな、なんか。なんかブラッドボーンっていうゲームわかるかな。あれに出てきそうな。あれのモンスターの形になってましたね。出てきそうな。ちょっと外しすぎじゃないか。すごいなんか、なんつんだろう。人と人が重なり合ってできたモンスターみたいな形になってたけど。これストライク、まだ入ってねえよな。けどまあ、んー、いや、無理だな、これ。ストライク、なっちゃうね。いや、ミスったか？どうだろう。で、そこいますね。よいしょー。アスプバなしと。いいね。板があった。イエグルはちょっとめんどくさいなぁ。けどこれ、あー、板ある。ほんとこのゲーム板多いな。次のアップデで板も少なくなるし、窓枠越えのね、強化パークとかもね、来て、殺人鬼側が大幅有利にね、大幅有利かな、わかんないけど、まあ今よりは、
やりやすくなると思うんで、それが本当に楽しみですね。どこ行ったかな？ここら辺いると思うんですよね。ん？いないか？足跡がここら辺で途切れてたんですよね。どこだろう？いなくなっちゃったかな？いなくなっちゃいましたかね。これはちょっと発電機ぐるぐるしながら。ん？ 1、2、3。あれ3個しかない？あ、ここ結構回ってるな。あれ？1個でしょ？なんかいた。また入るか？入らないか。この人、2回目かな、多分。これはチェーンソー当てていきたいね。オッケー。まあ今みたいな感じでね、チャージ速度がくっそ速いんですよ。こうなると、当てづらいカニバルのチェーンソーでも、なかなかに当てれるようになるっていう。この構成というか、ガラクタいじりが入ったカニバルは、結構強いと思いますね。近くいますね、一人ね。で、ここら辺走ってたんで、あそこ回してたか。なるほど。まあ、蹴っておきましょう。で、多分助け行ってると思うんで、これは戻りましょう。1、2、3、4個か。多分近くいると思うんですよね。あそこ回してたのか。いないか？あ、いましたね。メグがいましたね。見てないふりをして、アスプバだよね。メグと言ったら、お、2人いるね。これ1人殴っておいて、で、来るから、よいしょー。で、どうしようかな。多分助け行くと思うんですよね。で、あとこいつがストライクをミスったのかどうかなんだけど。あ、ミスったっぽいね。あ、さっきのやっぱミスってたんだ。よかったよかった。で、まあ、あと1個なんですけど、あそこで伏せてんのやりますか？あれ、メグかな？どうだろう。いや、違うね。これ、モレルだ。あ、ミスった。なんで？間違って攻撃ボタン振っちゃった。で、こっち行って。助けられたか。何の爆発だ？助けられた爆発じゃないな。発電機回してオーバーチャージかな、多分。で、家の中の板は多分もうないと思うんで、ないですね。よし。で、この人、3回目かな、多分。どこ回してるんだろう、発電機。いや、ん？違うか。今助けたのか。ちょっとあそこ走ってたメグかな、これ。狙いますか。で、ささやきがついてないんで、ハッチ勝負するとちょっとめんどくさいんで、ここは這いずり放置で、もう一人のおじさん狙いますか？あれ、デビキンだったっけ？なんか爆発したな。デビキン狙いましょう。あれ、うまいな。最近の生存者の急旋回は、ほんとうまい。どうしようかな、これ。いや、でも、バベチリで索敵もありだと思うんですけどね。めんどくさいな。どうしよう。正直なんか、全滅、狙わなくてもいいような気もするんだが。いや、ここはめんどくさいんで、もう、釣って、バベチリ索敵で、もう、蜂で逃げられたら逃げられたで、いいや、みたいな、そういう考えでいきましょう。
比較的反応なしと。なるほど。こういう時ね、ささやきっていうパークがあるとね、すごく便利なんですけど、枠がね、ない。あと1個。枠5個にしてくれ。5個にしてくれたら、これプラス、ささやきでね、完璧なんですけどね。いないね。あ、いた。あ、いた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 。いましたいましたいました。これ当たんないかな。いや、当たったわ。ラッキー。多分直線で逃げられてたら、怪しいところだったんじゃないですかね。よし、なんとか、全滅できたということで、初のデッドバイデイライト動画は無事全滅動画となりました。よいしょ。この速さね。チェーンソーのチャージ時間がこんな速いカニバルって結構多分怖いと思うんですよね。生存者側から見ても。無慈悲な殺人鬼ということで、プラス2かな、これは。レインボー、レインボー、レインボー、シルバー。やっぱここがね、追跡者が難しいですよね、どうしても。はい、ということで、本日の動画はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。